歌の話に、戻りまして、次にねやる曲が、ブラックナルキッサスっていう題名黒水仙という曲なんですけれども、これはですねそれこそ私の、先生、がですねこのライブをやるときに何か、いい曲がないかどうかを相談しているときに、この曲どうですかっていうふうに、勧めてくれたんですね、で勧めてくれたんですけどジャズの曲で実際歌詞がなかったんですよこの曲は。それで歌詞がないでも歌ったらどうですかって言われて、えってどういうことで実際歌ってる方はいらして、それを YouTube で拝見したらその中の一人がエミリア・モーテンソンさんというイギリス の歌手の方で、それでブラックナルキッソスにね自分で歌詞をつけて歌われていました。でその方が歌詞で歌おうと思いまして思い切ってですねその方にメールをして、それでいやそれはなんかメールで聞いたらどうですかって先生があったり、いやちょっとこの歌詞歌って言ってもどうですかねって言ったら本人に聞いたらどうですかってあったり言われまして、それでメールで思い切ってですねそのご本人にメールをして、伺ったところですね、そのエミリア・モーテンソンさんという方がとてもいい方でぜひ私の歌詞でよければということで歌ってくださいと言って全部教えてくださったんです。はい、なので今日はそれを歌わせていただいて、それでちょっともともと歌詞がない曲なのでどんな風になるか自分でもドキドキしてるんですけれども、それでエミリアさんにその歌をね聴いていただきたいなと思って今日は録音したいなと思っています。じゃあブラックナルキッサスちゃんと回せる？え？ロゴ回せる？多分大丈夫だと思います。そこで。こぼれ。Flowers grew while people
ありがとうございました。走行しているうちに門前半最後の、曲になったんですけど、何か言い忘れてることありましたでしょうかまた授業風になってしまうんですけど、最後の、1セット目の、ね、最後の